ポンちゃん、まるちゃんのアジアの話。いやー、寒い。寒い。寒いし、気持ちいい。気持ちいい。まあでもね、先週は1週間超お疲れ様でしたって感じでしたね。いやいや、やっと、まあ楽になっちゃいないんですけど、はいはい、追いかけられる気分からはちょっと解放されましてね。なるほど、なるほど。はい。で、まだ今日月末なんですよね。そうですね。来月はちょっと羽伸ばしたいなっていう気分ではあるんですけど、ただね、仕事は山盛りてんこ盛りであるんで、まあ仕事はそれはね、毎月のことなんで、ね、はいはい、はい、だからね、先週1週間って、先週今週か、世の中で何が起きてるのかよく分かってないんですよ。そうですよね。まあね、あれもう缶詰状態でしたもんね、ほぼね。万歩計がそれを示していますので、はいはいはい、週末だけはバーンと飛び上がってるんだけど、平日はほとんど歩いてないんですよ。もうどこも行けなかったですもんね、ほぼね。本当そうですよね。やっぱりね、体を動かさないとダメですね。そうですね、うんうん、それは間違いないです。そうそうそう、はいはい、いやだから世のおっさんたちがどういうふうにして健康管理してるのか、やっぱ体動かさないことには、なんでしょう、みんな疲れたが先来ちゃうから、うん、いや何もしないですよね。疲れちゃうと体動かさなくなっちゃいますよね。まあでもそこで体動かすとちょっとリズムが出てくるんですけどね、はいはい、本当なんですよね。だから本当ね、週末の踊りっていうのはね、はい、僕にとってはもう最高の時間なんですよね、はい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 、あれなかったら人生は面白くない、楽しくない。そうっすね、まあ、そうかもしれないです。本当にそう思いますね、あれがあるからこそ今頑張ってられるっていう。なるほど、うん、だから趣味持たれるってのは本当はいいのかなって思うしね。あ、うん、で今年から俺ゴルフやろうって決めたんですけど、やっぱり寒いからもうちょっとこんなちょっと弱気な発言なんですけど、ね、まあでもな、今年ね、はい、結果なんかそんな寒くないみたいで。あ、そうですか。来週の今度の日曜日が15度ぐらいで、月曜日17度とか言ってましたよ、最高気温。あ、そう、まあどうなんでしょうね、まあ、それ続くんじゃないと思うんですけど、いや、バンコクからね、何回か連絡いただくんですけど、うん、はいはい、そっちどうって聞いたら30度ですっつって感覚おかしくなりますよね。暑いですっつって連絡があって、いつ来ますかみたいなね、はいはいはい、いや実際ね、先週がすっぽかしちゃったんで、はい、心配して連絡くれたんですけどね。もう来月は絶対行きますよ、まあ、楽しんでください、はい、北朝鮮がなんか 今ちょっとね、おとなしく、おとなしくでもないけども、知っている傍らでですね、これアジアじゃないんですけど、ベネズエラ、はいはい、ね、うん、揉めてますね。ベネズエラはね、面白いって言ったら失礼ですけれども、うん、完全なもうこれ代理戦争、うん、今大統領が2人っていう話で、今の大統領は、うん、はもうトランプ大嫌い大批判、それでね、当選したような大統領、はいはいはい、で今新しく出てきている大統領はアメリカがプッシュしている大統領、はいはい、でもう本当なんていうんですか、テレビで見たけれども、うん、トイレットペーパー1個買いに行くのも、うん、これぐらいの札束、いやスーパーインフレ、ね、トイレットペーパー以上の紙の札束がすごいなっていうね。いやだからあれ、はい、お金で拭いた方が早いんじゃないかって、いやいやいや、マジで思った。ああ、いや、お金で拭いた方が早いんじゃなくて、トイレットペーパーで拭くよりもお金で拭いた方がたくさん拭ける。そうだよね。そう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 。すごいな。それぐらいだよね。うん、だからあれ。ああいうのってどうなんでしょうね。わかんないですけど、なんかなんで、あ、まあなんでって言ったら、まあいろいろ複雑なんでしょうけど、うん、まあなんせね、お金をすりすぎちゃうわけですよね。はいはい、そうですね。うん、で価値がなくなっちゃう。そういうことなんですよね。はい、日本も戦後そういう時代があったっていう話。いや、なんか下手したら 2,3 年後に来るんじゃないかって、そういうのが。あ、これからね、うん、おお、まあ今ね、安くてね、はいはい、日本って安い国じゃないですか今。そうですね、うん、ね、いろんな海外からいろんな人が来て、ね、いろんなの考え、爆買いするっていうね、うん、で日本人としてはそれが今当たり前の感覚になっていて、海外行くとなんでこんな高いの、特にヨーロッパとかアメリカって高いなって思うんだけれども、バブルの頃ってそう感じてなかったんですよね。全然感じてないですね。そう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 、海外行くの方が全然安いじゃないみたいなね。そう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 、だからみんなハワイ行ってね、
アホみたいにブランドも爆買いしたりとかしてましたよね。そう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 、これ安いとか言ってね、うん、だからあれっていうのがどの時点でどういうふうに変わってしまうのかなっていうね、やっぱりその国力ってものすごく重要な部分だし、だから今後日本がそういうふうになるかもしれない、可能性はありますよ。うん、そのおじいちゃんおばあちゃんが強い間は下手したら本当そうなる可能性ありますよね。うん、今のねこの1万円札が10円ぐらいの価値になっちゃったらどうしようみたいな、ね、可能性はありますよ。怖い怖い怖いよね。でそのベネズエラ、まあ、南米ですよね、はい、だから自分とこの真下の国じゃないですか。まあね、あとだからその前の大統領の時に反米をやってかなり、はい、うん、経済制裁受けてますから、輸出にも途絶えちゃったし、うんうんうん、まあ、いろんなもん買ってもらえなくなったりとかってもあると思うんですけど、でなんでそういう風になるのかなっていうね、うんうん、僕ら例えばさ、ね、学生の頃ってさ、クラス同士で揉めてたりだとかさ、はいはいはい、学校同士で揉めてたりとかするわけじゃないですか。でなぜ揉めるかっていうその原因として、大体強さは同じなんですよ。強さがなんなんでしょう。兵力だとか軍事力だとか、ね、そういうふうに表現するとね、わかりやすく言うと、だからそのどっちが上も下もないから負けられねえよっていうんで、もういざこざがたくさん起きているとすると、アメリカが弱くなった分中国ロシアの連合っていうことで、2つね手合わせればアメリカに勝てるだろうっていうね、確実にあここには勝てねえっていうようなすごいところが現れたとしたら、うん、そういうふうなことはなくなるんじゃないのかなって思うんですよね。まあ、あとは何だろう、その国がどこの国と仲良くするかで随分体制変わるんじゃないですかね。そうですよね、その点日本ってどうなのっていうとさ、まあアメリカの犬みたいなところはあるかもしれないけれども、まあ、でも経済力はちゃんとありますからね、一応今のところね、はいはいはい、で場所が良くないじゃないですか、日本の位置。あ、まあ、それだけにあの割と影響もされづらかったことは間違いないわけじゃないですか、まあ、島国ですからね。そうですよね。ただその古い歴史からするとやっぱりその大陸の方からいろんな文化が入ってきたって部分ではやっぱりその中国っていうものはね大きい存在だったかもしれない。であまりにも中国のこの急速な発展、この20年30年ですよね、それがいい悪いは、まあ、発展することはいいのかもしれないけれども、悪い方に力をつけてしまっているといった部分ではどうなのかなっていうね、で民族性もあればね、でしかも何ですか、やっぱりあの国策でいろんなことやってるじゃないですか、例えばなんですけど、今いろんな IT も含めてなんですけど技術者が今中国でめちゃめちゃ増えてるんですよ、はい、でそれのその技術力が上がった一つは、まあ、ちょっとねなんか国家を挙げて産業スパイみたいなことやってるわけですよね、はい、あの向こうでいうとウミガメって言って若い大学生とかその辺をまず支援して海外留学させます、はい、で海外留学させて海外で海外大手に就職させます、はい、まあ、例えばアップルとかね、ああいうところに何人も 何百人何千人ってこう就職してて、はい、2年か3年ぐらい経った時に中国に戻すんですよ、で中国で今度はまたそいつらを支援して中国企業にどんどん送り込んでやってるっていう、だから今それがちょっとすごい問題になってるんですよ、もうそうだし、中国って言論の自由がない国じゃないですか、で調べようと思ってもググれなかったりだとかね、で海外に出て初めて自分の国を調べるとこんなことやってたのっていうね、まあでも基本的にはだからその今ウミガメとして育てられて戻ってきて、はい、今中国を支援しているその企業、あの起業して中国のその技術とかそういうのに貢献しているやつらはみんな知ってるわけですよね、そうですよね、分かってるわけです、分かった上でやってるのか、分かって自分の国ってこんなにひどい国だったのかって思わないのかっていうね、まあひどいと思うのか、それともやっぱ中国やべえなと思って、すげえなって思ってます、すげえなーなんですよね。いやだから本当だから日本人としてね、そのじゃあ今俺たちはどういう教育を受けて育ったのっていうと、これもある意味俺洗脳されてきちゃったんじゃないのか、いやそうだと思いますね、完全洗脳じゃないですか、で
俺らが悪くて、はい、戦争を仕掛けた、はい、俺らのおかげで世界こうなっちゃったみたいなさ、うん、だから正義のアメリカが出てきてで叩き潰され、うん、そっからねその負けた経験がありながらもここまで世界第2位まで発展するぐらいのすごいものになったんだっていうそのなんていうのかなハッピーエンド話で終わっちゃってるんですよ。でも本当はどうだったのっていうことを突き詰めるとそうじゃない文献なんかもたくさんあるわけなんですよね。もう仕掛けられてしまっただとかね、だってしょうがないじゃん止められちゃったんだからっていうね、いろんな思いってあるので、ただそこら辺っていうのはね一部の学者が声を大に出して言えない部分っていうのもたくさんあるわけですよね。だその北方四島にしてもその四島が全部日本のものかっていうと、それはもう定かでない、ね、定かでない、うん、でじゃあ条約の時もどうなのかっていうと、その日本のその文書って曖昧な文書が多いんですよ、語尾がね。なるほど。とするとその帰属するっていう言い方と、そのなんだっけ、まあ、いろいろその言い方まあ、で言い切ってないですよね。言い切ってない、そうそうそう、決めつけてない、うん、のものだって決めてないんだよね、うん、そう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 、うんうん、だからこ そ, その二島返還っていうところから始まらないことにはダメじゃないって、うん、じゃあなんで四島じゃないのとかね、うんうん、そこら辺っていうのはやっぱりもっと勉強していかなきゃいけない部分だろうし、いや本当にだから返還を希望するんであれば、うん、まず二島、僕なんかはですよ、うん、倫理的にはどうか分かんないですけど、はい、まず2頭でもいいんじゃないとは思いますけどね、うん、そうなんですよね、うん、だから僕らがね小学校の頃教育されたのは4頭なんですよ、北方、うんね、4頭なんですよ。まあえらい盛り上がってる時代でしたからね、うん、僕らの頃は、ね、そう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 、右翼の人たちも含めてですけど、北方領土改正やってましたからね、街に、うんうん、その前沖縄改正覚えてる？あ、それは知らないです。沖縄海洋博は覚えてる？それは覚えてます。ああ、なるほどなるほど、ね、はいはいはい、そう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 、いやだからずっとやっぱり日本ってそういう歴史のもとに来たのかなって、だから世界中考えると返せ返せないっていうのはたくさんあるんじゃないのかなと思うんですよね。そうですね。だからね、じゃあみんながねそのちゃんと納得いくように話ができる場っていうね、うん、そしたら裁判所がそれをやるべきなんですよね。まあまあまあ、うん、はい、ただね今の国際裁判所だってね、まあ、国際裁判所も国連もどうなのって、うん、やっぱ今も効力がちょっと落ちてんのかなって、うんうん、守る人いなくなっちゃったし、はいはいはい、で守らなくても制裁がないじゃないですか大して。そうなんですよね。それも問題だよね、うん、なんかね、うん、そう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 、リーダーシップ取っていかないとダメなんじゃないっていうね、うん、だからその点俺、まあ、インドの立場っていうのがすごく大きいって思うんですよ。まあ寝返ったら怖いですけどね。インド怖いよ。もしインドが中国と仲良くなっちゃった日にはどうにもなんです。いや、あそこら辺ねずっとバチバチやっている歴史やっててくんねる困りますけどね。そう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 、だって人口の半分になっちゃいますよ。はいはい、そう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 、うん、ただねそのこれは僕の主観かもしれないけれども、はいはい、インド人って僕友達いないんですよ。あ、僕もいないです。なんでだろうって考えると、うん、仲良くなれない人種なのか、あるいはでもあんまり周りにいなくないですか。少ないんですよ。意外とインド人かなと思ったらスリランカ人だったりとか、ね、パキスタン人だったりなんで近いんだけど全然違うみたいなね、だってもう中国人韓国人なんか青みたいなくさんいるのに、うん、なんで俺インド人友達いないのかなって、うん、まあ、まあねタイ人フィリピン人韓国人中国人、まあ、そこら辺ってたくさんいるはいるじゃないですか、うんうん、でもインド人だけはねフェイスブックの中にも入ってないしね。意外とだからいないですよね日本に。インド人って生粋のインド人の人ってあんまりいないんですよね多分、だってあのさ町場にあるさ昔ね、うん、はい、2、30年前ぐらいからインド料理屋さんがどんどんできてるんですか。ほとんどインド人じゃないですもんね。ああ、うん、そうね、葛西の方行くとねたくさんいるっていうんだけど。ああ、そう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 、ね、インド人専用のなんか小学校もあったりとかね。それは聞きますね、うん、確かに。だからなんかねその隔離っていうわけじゃないんだけれども、もっといろいろインド人話して意見聞きたいなだとかね。だってそのアメリカの、ね、IT 企業とかね、はい、めちゃくちゃインド人多いですけど、もう、うん、多いし日本にも多いはずだと思うんですよ。
なのになんていうのかな、インド人ってなんか一つの自分たちのコミュニティの中で外に出ないような生活っていうか暮らしをしているようにしか思えないのね。事実は分かんないけれども、まあ、割とそうですね、外出ていかないかもしれないですね、だから周りでもインド人の友達いるって聞いてもなんかなかなかいないみたいなね。いないですね。ちゃんとしたっつうか本当の生粋のインド人いないですね。そうあんまいないかもしれないです、だから俺らももっとインド人をインド人を大切にしなきゃいけないのかなっていうね。まあでも本当なんか接する機会があんまりないです、ないんです。どこ行けば会えるのって、葛西行ったら会えるって、葛西かあとは新大久保、新大久保ね。でインドの映画とか見ても彼ら決してその暗い民族じゃないと思うんですよ。いつも踊ってるじゃないですか。だから俺たちが行けば気が合うんじゃないのかなって思えるんですよね。そしたらちょっとね、インドとの交流っていう部分をどんどん深めていって、やっぱりもうちょっとインド友達になろうよ、もっと仲良くなろうよっていうようなね、そういう動きがあってもいいんじゃないのかなって、でも文化的に言うとかなり違うから、まあそんなこと言ったらね、じゃあ中国韓国とどこなんでこんな仲良くなっちゃったの一時はっていうね、そういう部分もあるからさ、ただ俺ほんとね、そのパール判事、あの人だけ唯一その日本は悪くねえよって言った判事なんですよね。しかもあの人っていうのは本当は来るはずだった判事じゃなくて代理の判事だったらしいんですよ。で、まあ、よくぞ言ったじゃないけれども、本当に公平に見れる立場の人たちだったんじゃないのかなって思うんですよ。もう一つはそのいろんな国の大統領が演説する中で、マスリランカの当時の大統領が、この戦争は日本だけがやったんじゃないんだということを言って、で敗戦をちゃんとしたと、でその中でその何もない国から賠償を取るのはいかがなものかと、他の国もそしたら他の国全部やらなきゃいけないよねっていう話をしてくれて、まあそれにみんなちょっとね、賛同したというか、その以来吉田茂とそのアスリなんかの大統領は大事な返しになったらしいですけど、とするとそれも同じようにね、今もスリランカと日本の国交っていうのは、ね、もうどんどん深くなってってもいいんじゃないのかなと思うんだけれども、国レベル、交換レベルなんですよ。だってスリランカ人知り合いいるって、いないもん俺。で多分その辺にいるのみんな知り合い いるはいるかもしれないけど、友達じゃないじゃん。友達じゃないですね。なんか俺こういう語りはしたいなって思うわけです。でも昔僕がほら、渋谷のね会社にいた時は、めちゃめちゃ従業員多かったですから。スリランカ人、スリランカ人、パキスタン人めちゃめちゃ多かったです。本当に、でパキスタンは俺も小さい頃ずっとなんか戦争してたようなイメージってあって、だからまあインドもねその昔はやったんだけれども、やっぱ僕ら一番知ってる人いるじゃないですか、スリランカ人で。え、有名な人が、子供の頃から。誰ハバナアイスデーですよ。あれスリランカ人だっけ、ウィッキーさん。あ、そうなんだ。超有名です。日本で一番有名じゃないですか。まあそうだ、ね、スリランカの人なんだ。いやだからああいう人たち俺なんかね知り合いになってここ連れてきてなと思うわけですよ。ああいいっすね。ああいいっすいいっす。誰かいない知ってる人ってどういったから俺あの、お客さんは何人、あれはね、ネパール人。ああネパールですよね。ああそう似てんだよね、似てるから分かんない。分かんないんすよ。違いが分かんない。そう食べ物も文化ほぼ一緒だし。まあそうなんだよね。いやだからね、インドスリランカっていうのは僕はちょっと話したいっていうか語りたいっすよね。しかもね、インド料理とスリランカ料理を一緒にやってるお店屋さんとか結構多いんですよ。だから多分近いですね、多分。そこのハス向かいは何人なんだろうね。あれはパキスタンじゃないですか。パキスタンかな。いやいや違う、ネパール。ネパールです。ネパールだろうね。まああの辺ちょっとごちゃごちゃしててよくあるんですけど。はいはいはい。いやでもどこに行ったら知り合えるのか、普通友達になれそうな場ってどこなのかなっていうね。大体俺らってさ、海外行くとディスコ行ってでちょっと仲良くなってっていうのパターン多いじゃないですか。ただ海外行くとね、タイもフィリピンもそうですけど、インド人多いですよ。
あ、多いんだけど、いつも一緒にいるのはやっぱりインド人同士なんだよね。あ、そうですね、まあそうですよね。だからその多国籍でみんなで遊ぼうとかね、そういうのはなんかなさそうな気がしちゃって。ないですね、まあ、おかげさまであっちの人たちってやっぱ他の食べ物食べないから、自分の国の食べ物しか食べないじゃないですか。食文化大切ですよね。そうそう、あの人たちは本当自分の国のものしか食わないです、はい、もうだから変な話なんですけど、もしね、うん、インド人がですね、はい、和食食うようになったら、はい、もうおそらくね、魚なくなりますね。あ、マジだろうね、うん、日本人が食える魚なくなります、はいはい、全部持ってかれますよ。そこら辺はじゃあちゃんと節度を守ってらっしゃるんですね。いや、ありがたいですね。いや、確かにもしインド人だとかね、スリランカ人とか、うん、友達になったら一緒に寿司食いに行こうぜって、僕は食べないっていうのかな。多分。あ、そう。食べれるけど大丈夫。食べてるインド人っていないかな。まあたまにいますよ。いる。たまに。おお。たまにいますけど、まあ美味しいと言いながら、はい、うん、じゃあ明日も食べるって言ったら食べないって言います。多分きっと。だってかたくなに、ね、牛は食べないわけでしょ。そうですね。あ、まあそういう人たちもいます。いる。あ、食べる人たちもいる、うん、まあ、宗教上の宗教、うん、だってすごいですよね。だからその向こうの学校のお弁あの学生のお弁当とか見ると、みんなカレーですよ、とりあえず、ね、うん、で具が違ったり、はいはいはい、煮込んであるのか炒めてあるのかだったりとかって、うん、そうで、すごいですね、まあ、見事にみんなカレーです。いや、俺の知ってる大臣は、ね、私はカレーじゃない、牛肉食べませんっつって、うんうん、いつの間にか食べてるんですよ。そうだよね、お前焼肉屋にいたじゃないっつって。いや、昔の大臣牛肉食べれない人が多かったっすよ。多かったんだけれども、うん、今食べてるんですよ、ね、であれどうしたの、宗教変えたのっつったら、うん、1年に1回ごめんなさいすればいいからって。お前そうまあね、文化っすね、うん、いいね、その文化っていうね、うん、謝ればするみたいな。そう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 なんとも言えないですけれども、常にみんな街中で謝ってる人多いですよね。そうでもだから調べればね、インド、ネパール、パキスタン、はい、それまあ、スリランカの人って結構日本に多いと思うんですけどね。いや、多いと思いますよ、うん、ただやっぱり料理屋に多いですよね。料理屋さん、うん、で遊んでる人たちって少ないですよね。インド系のアメリカ人とか、はいはい、そういう人たちは結構クラブ行くといたりとかしますけどね。だからあの人たちの遊びって何なんだろうっていうね。まあ基本ないんじゃないですかね。まあ国技がなんかあの辺みんな大体国技がほとんどクリケットですから。ほう。イギリスの植民地時代がなかったので、文化として、で向こうでスポーツをしたらクリケットなんですよね。へえ。でスーパーストアはやっぱ年商50億とか。クリケットで。はい。ああそう。そのザラなんですよ。へえ。いや、クリケットってなんでメジャーにならないんだろう、日本でも。つまんねえからじゃねえ。言っちゃったよ。何が面白いんだろうこれ。でも結構大学生とかでさ、こうやって抱えてる人たちいるじゃない、たまに。たまにね。そうそうそう、俺のお友達もね、やっぱり言い方良くて、何やってたのってクリケットって、えっていうね。なんかちょっと違うんじゃないっていうね。しかもルールがまず分かんないし、分かんないし、あとなんだっけな、試合時間がめちゃめちゃ長いんですよね。そうなんだ。終わるまでやめないんですよ、確か。何でそれ。確かそうなんです。なんか確かそんな感じなんですよ。へえ。勝負が、引き分けがないっていう。ないんじゃないですかね、多分ね。すごいですよ。いや、だってクリケットどこでやってんのって話だよね。場所もそんなによく分かんないし。分かんないっす。謎のスポーツだね。だってイギリスでさえそこまで流行ってないでしょ、はい、おお、はいはい、多分ね。そうだよね、まあ、分かんないですけど、ちょっとクリケットやってる方がいらっしゃったりとか、まあ、日本でやってるの見たことないですね。あんまり。でもやってる友達は結構いるんだよ。やってたっていう、ね、やってた。そう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 、レアだな。いや、何人かいるんだよね。いや、50億稼いんですよ。一番稼ぐですよね。あ、そう。スーパースターはそれぐらいですよ。オリンピックの競技にもならないわけでしょ。まあ絶対ならないですよ。絶対なんだ。絶対なんだ。あ、そう。やれ、もうセパタクローと同じぐらい上手いな。多分。わかんないですけど。ああ、という間にやっと今に間違えました。はい。じゃあ来週は節分明けということで新しい年ですね。良いお年をお迎えください。